連れてってくれるんだったら吉田さんじゃなくても別に誰でもよかったんだけどね。じゃあ今までのことも全部分かってやってたっていうの？お姉ちゃんもあんなんじゃ満足できなかったんじゃん。お姉ちゃんがグズグズしてるから悪いんでしょ。鬱陶しいよ。何よ何よ。自分だけ話してよ。やめてよ。泣きなの。
さ、海好きだったもんね。でもずっと家に縛られてかわいそうだった。海の写真ばっかり見てたね。